ちなみに個人的に好きなアニメって何なんですか、はい、今までその生きてきた中で。え、難しいこと言いますね。難しいこと言いますよ。なんだろう。好きなアニメ。いきなりぶっこんできますね。ぶっこんできましたね。うん、なんだろう。でもね、その本職の方に聞くっていうのはちょっと感慨深いところあります、うん。ああ、それはちょっと気になりますね。うん、ああ、ただやっぱ、すごく影響を受けたなと思うのは、エヴァンゲリオンはやっぱ好きでしたね。すごかったな、あれは。ね、うん、すごかったですね、うん。あの頃のその声優さんのブームみたいなもん、ね、そうですね。声優ブームを何度も訪れながらの中でね。そうですね。あの時やったら、そう、それこそもうあれで宮村優子さんとか、そうですね。柴原めぐみさん、まあもともと有名でしたけど。そうそうそう。尾形めぐみさんとか。そう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 。見たなぁ。世の中にこうアニメがこう周知された瞬間があったというかね。本当になんかこう書籍とかもバンバン出て、最初の劇場版のね、はい、あのインパクトもすごかったです、ね。すごかったです。よくわからなかった。よくわからなかった。よくわからなかったけどすごかった。最低だ俺って。あのシーンよく覚えてますね。いやー見ましたよ。しかもグロシーンもいっぱいあるし、最後の方わけわからへんシーンやから。確かにね。やっぱりあれすごい物議を醸した。やっぱりエヴァンゲリオンか。まあ僕はちょうどその頃やってたカードキャプターさくらに人生を狂わされたんですけど。あれはダメですよ。私あんまさくら踏んでないんですよね、そういう意味では。マジですか？そんなに、そうですね、そこまでではないですね。だってスムーズハードゲーム勝ち思春期あったんですよね。そうそう、僕カードキャプターさくらやってる時が中学校ぐらいだったんですよ。ああ、ちょうどいいってことですね。ほんで、もう柔道の部活入ってたんですけど、毎日が辛くて、カードキャプターさくらに僕は生かされてましたね。癒やし。いやいや、本当に本当に。あのね、丹後桜さんが、その声優してはったじゃないですか。すいません、めっちゃ熱く語りますよ。丹下さんが声優してたんですけど、FM でね、夜中の3時ぐらいに、10分ぐらいの番組してたんですよ。で、FM やから電波入らないじゃないですか。ほんで、もう全然入らんくて、僕の家の前が公園なんですけど、公園の小高い丘の上やったら、ちょっと電波入る。夜中の3時に僕ラジオ持って、しかもほとんどザーザー音なんですけど、それ耳に当てて、夜中の3時に公園のその小高い丘の上でそのラジオ聞くっていう機構をやってましたから。え、そんなもある、あそこの。そうそう。家の前にある。家の前公園で。すごいな。いや、ほんとに。で、丹下桜さん一回休止して、で、また始めたじゃないですか。で、最初のね、お仕事がね、復帰した最初のお仕事がね、確かね、なんだっけ、ラブプラスなんですよ。ああ。復帰した後ですね。復帰した後。うん、で、リンコっていう声のね、吹き替えっていうか、声優さんしてはったんですけど、丹下さんが好きすぎて、丹下さんの声にしか聞こえないの。あ、キャラリンコとして聞けへんねん。キャラじゃなくて。キャラじゃなくて。キャラに行けない。そう、キャラに行けないんですよ。キャラにたどり着かない。そう。キャラに行けなさすぎて俺ねねさんに行くっていう。ずれてる。そう、ずれちゃって、そんなことだったんですけどね。ちなみに好きな女性キャラクター聞きたいですね。好きな女性キャラ、はい、また難しいこと聞きますね。難しくないですよ。もう本能の赴くまま。私、好きな女性キャラって言ったら、これ、ブレるぞ。言うとね、はい、言うと年齢がやっぱバレちゃう。あ、年齢言いたくないタイプですか？じゃあ。いや、別に。いや、じゃあいいじゃない。全然わかんないですよ、きっと。私ね、はい、ストップひばりくんが好きだったんですよ。あー、いや、わかりやすい。わかりやすい、わかりやすい。ジャンプするね、あれ。え？ストップひばりくんってジャンプじゃなかったでしょ？そう、ジャンプの。ジャンプ、うん、そうですよね。ただまあ、あれですよ、男の子なんですね。そうそう。ひばりくんはね。っていう、おかまの男の子の話。走りっすよね。ね、走りでね。男の子。いや、二次元やったら別に俺はついててもいいような気がするな。格闘ゲームのギルティギアの、ブリジットってついてるやん。はい、俺でもブリめっちゃ好きやから。そうなんですね。大丈夫それ話、あ、すいません。ついてるついてないで。どこから使うか分かんない。趣味思考に近い話になってきたから、大丈夫なのかな。いや、まあ、そういう話普段してますよね。趣味思考の話。あらぬ疑いがかけられないのかなと思って。
うん、まあ、ストップひばりくんが好きということで、若干アブノーマルなね、側面が見えたということで、うん、はい。はい。これ誰とね、喋ってるのかっていう、はい、リスナーさんも、第三者は。誰だ、この第三者はっていう。というのはあると思うんで、はい。それでは、あ、せいやつながら私たちの自己紹介をしましょう、さっきあった。そうですね。はい。いつも忘れてますからね。はい。豚小屋で豚の鳴き声という、ポッドキャストをやらせていただいております。酢豚です。はい、はい。あんまり喋れないくせに、ポッドキャストのサッカーパーソナリティをやらせていただいております。アタックでございます。いきなり感出るからね。ほら、だから向いてないですよ。はいはい。というわけで、今回ゲストでございます。じゃあ、自己紹介の方よろしくお願いいたします。お願いします。はい。代々木アニメーション学院仙台校校長の中村と申します。イェーイ。中村先生。よろしくお願いします。はい、どうも。なんて読んだらいいですか、この、ラジオ中は。まあ校長でいいですね。あ、じゃあ校長で、校長先生。ついに校、そうだけど。校長とラジオするまでになりましたよ。そうですね。校長は。高校で、ボードゲーム始める前、そんなこと思ってないですよ。そう。しかも有名な弱にの。そう。いやいやいや、大したことないっす。ね。まあなんで、ボードゲームとね、弱に若干関係ないようで、ちょっといろいろあってね、はいはい、オファーさせていただいたんですけど、その話も後々させていただこうと。させていただこうということで。はい、じゃあ、最初にちょっとタイトルコールがあるんで、はい、一緒にちょっとやっていただいてよろしいですか。はい、はい、はい、了解です。この話はちょっと事前にしてないんで説明すると。忘れてましたね。はい。まあ、ただ単にあの、豚の鳴き声って言うだけなんですけど、はい。みんな好きなニュアンスで豚の鳴き声って言ってくれていいんで、はい、ぐちゃぐちゃっていつもなるんで、はい、はい。じゃあ、好きな豚の鳴き声っていう感じで言ってください。じゃあ、はい、いきますよ。はい。せーの、豚の鳴き声、言ってないですし。大丈夫？いや、いつも、いつも同じです。はい。はい。豚の鳴き声でございます。はい。始まりました。はい。はい。というわけで、今回は校長に。はい。はい。弱兄の校長。弱兄の、仙台の弱兄の校長。はい。はい。仙台の弱兄の校長です。よろしくお願いします。ぐたぐたやで、はい。はい。じゃあ、というわけでね。まあ。はい。弱兄の校長をしつつ、そのボードゲーム会であったりとか、はい、そういう活動をしてらっしゃるんですよね。はい、そうですね。かなり、ボードゲーム会っていうのは、まあ、実はですね、仙台にはですね、ボードゲーム会が何個もあるんですけど、うん、その中の一つでですね、うん、フォーチュンゼロさんっていうところ、まあ、主催が拓郎さんっていう方がいらっしゃるんですが、うんはい、その方と一緒に協力して、仙台校、代々木アニメーション学院仙台校の、まあ、教室を開放し、ボードゲーム会を、定例で行ってるというのがあります。いいなぁ。もう、弱にで、そういうボードゲーム会をやってはるのはもう仙台校さんだけなんですか？そうですね。仙台校だけですね。ボードゲーム会をやってるのは今のところ仙台校だけです。もうこっちの方でもやっておくれよ。広めていってくださいよ、校長。いや、そうですね。校長会議にたまにこう、乗せながら、だんだん徐々にね、ちょっとずつ進捗してるかな。言ってるんですね、それは。まずは。校長会議で、ボードゲーム、ボードゲーム業界応援するからねという確約は取ってはあるんで。ね、ツイートです。見てると、すごい、頑張ってるなというか。誠意というか、熱意は。熱意はビンビンに伝わってくるんですよね。はい。羨ましいな。こっちの方でもやってほしいな。いやいや、全然いつかコラボできるようにね。あ、ね、本当に。いや、だからね、うん、ピラミッドの上の人間をはめると、うんはい、あとは勝手に下にこう。下がついて。下がどん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 、その色に染まっていくんで、やっぱりね、うん、トップの人がそういうの好きやと。やっぱり広がりが早いのかなという気はするそうですね。そういうことわざもありますね。うん、まず、大将を取るには、まあ、その大将が、なんだらかんだら、大将を落とせと。手探りやなぁ。じゃあ、そういうこと言いたかったじゃないです。だから、大勢を落とすには大将を落とせっていう。まあ、ね、そういうことわざも確かあったと思うね。はい。まあ、そもそも、そのボードゲームにその目覚めたっていうか、うん、始めたきっかけって、何なんですか？ですね、まあ、私の嫁の、はい、弟が、カタンをやってたんですね。出た、カタンですわ。出ました、出た。はい。で、カタン、こんなんやるねというカタンを聞いて、うんはいまあ、カタン、ああ、面白いなと。まあ、もともとゲーム好きで、嫁も私もゲーム好きで、うん、ゲームっていうのは普通のデジタルゲーム。デジタルゲームですね。うんが普通に好きだったんですけど、うんうん、まあ、こういうのもあるんだと思って、うんうん、
そしたらですね、昨年の4月に、うんはい、出張が決まったんですね。まあ、要は、実はですね、私がまず校長前だった、校長じゃなかった時代、東京で働いてましたね。東京校にいました。はいはいはい。そしたら、あ、仙台校の校長になってくれと、昨年の4月に仙台校の校長になってくれと、はい、言われて、まあ4月に仙台に行ったんですね。はい、そしたら今度、仙台はもう知り合いが全然いないと。まあ東京からワープしたわけですからね。ええ、だいぶ全然知りもしない土地にやってきて、まあなんかないかなという時に、まあ嫁の方が、カタンカフェがあったらいいな、みたいな。カタンカフェ？ああ、要はカタンをこうやってるカフェみたいな。確かにそういうの調べたらなんかたまにこう検索でヒットしたりするわけですよね。で、仙台もないかなみたいにやってたら、そこでようやくその仙台でなんかボードゲーム会があるらしいよみたいなのにたどり着いたんですね。ただまあそこに至るのに、だいたい、10月ぐらいまではまあ、他のことで大忙しで日々過ぎてたんですけど、で、昨年の11月ぐらいからボードゲーム会に、まあ要はじゃあ行ってみようかっていうことで行き始めて、まあ一気に、あ、これは面白いなと。これはちょっと学生にも広めないといけないなという、こう、義務感すら感じ始めて、素晴らしい。それでかなり一気に、ボードゲームにハマってったというのがあります。じゃあ、ボードゲームに目覚めた歴的にはもうまだ昨年の11月ぐらいですね。11月なんで、全然、1年経ってないんです、ね。1年経ってなくてこんだけのことやってるってすごいですね。すごいですね。いや、僕もそれは、驚きましたけど。新宅があったね、新宅が。神が降りてきたんだよ。ウベ様が。ですね、私もうすうす気づいたんですけど、ボードゲーム会に行って、あ、どうも校長ですって言うと、受けがいいんですね、非常に。あ、校長ですかと。あ、なんか学校でなんかできますかみたいな流れがすぐできるんですね。それはでかいな。はい。で、学校で教室借りられないですかとか、タダで貸してくれたりできないですかとか、校長ですからできますよ、みたいな。って感じで、トントン拍子に今度はボードゲーム会を、教室で、代々木アニメーション学院で教室で開けるようになったと。いう流れがあったと。いうことですね。素晴らしい流れやね。いや、なんかね、アニメであったりとか、そのデジタルゲームであったりとかって、やっぱボードゲームと、ボードゲーム売ってる人との親和性ってすごくいいんですよね。なぜかそうですよね。共通人多いですよね。ま、最近はその外部からの流入も、外部っていうか、そのアニメとか見ない層もあるけど、やっぱり、絶対数っていうか、まあまあ、全体的な数で言うと、やっぱりそういうのが。そういう趣味持ってる人は多いですね、なぜか。そういう人の方が入りやすいっていうか。そうですね。あれ何なんだろうなって思います、ね。まあ元のデジタルゲームもそうじゃないですか。そのゲームやってるけど、アニメはあんまり見ないっていう人、あんまり少ないじゃないですか。そうですよね。でもそれの理由がわからないですけど。理由。どっちみち。まあ、子供っぽいってのあるかもしれないですね。そういう、アニメーションやゲームを、その子供の遊びとして馬鹿にして見ない。っていうのはあるかもしれない。なるほど。なるほど。ええ。そんなのは子供のやることでしょ、みたいな、なんか冷めた大人ではないというか。ああ、なるほど、いつまでも童心を持ち続けている。そう。童心を持って楽しむ。だから童心、その童心を持ってるから、それをその、なんだろう、色眼鏡なく受け入れられて、実際触ると大人でも楽しいんですよ、ボードゲーム。そうですよね。子供騙しじゃないじゃないですか。そうです。むしろ大人。で、特に、デジタルゲームは結構みんな色眼鏡で見ちゃうというか、ゲームね、はいはい、みたいな。いや、ゲームやらない人はやっぱり入らないでしょうね、あんまり。ただ、ボードゲームになってくると、やっぱりこう、スルッと入れるチャンスが、たくさんあるというか、っていうのは非常に感じるものですね。そう、本当に人を選ばないんで、まあ、いきなり銃ゲとかやらしちゃダメですけど、ゲームよりますけど、ゲームの選択をミスらなければ、そうなんですよね。大体の人がね、面白いっていうのを。ボードゲームってもう結構一括りにしてしまいがちなんですけど、種類もたくさんあるわけじゃないですか。そうですよね。ただ単にそのアブストラクトゲームみたいな、もう実力だけを、もう戦略だけを決めるようなゲームもあれば、運を試すようなパーティー系のゲームもあるし、また果ては使い方もお絵描きのゲームとか、反射神経を競うゲームとか、手先の広さを決めるゲームとか、記憶力のゲームとか、ね、
切り口というか、その、選択肢がたくさんあるんで、うん、どれか、言うと言い方悪いかもしれないですけど、数じゃ当たるみたいな感じなんです。それは。選択肢が広いんで、受けよう、その何が受けるのかっていろいろ試してみるうちに、まあ、この人はこれが受けるっていうのが、何かしらあるっていう感じですかね。うん、そうですね。それは。うん。まあ、また、ちょっと話ずれちゃったけどね。申し訳ないです。まあ、いつも豚小屋の裏で話ずれちゃうんで。まあまあ、きっかけとしては、うん、校長パワー。校長パワー。いえいえ。その校長さんが知ったのが、嫁さんの弟さんが買ってきて、で、ね、で、仙台にことになって、そうです、ね、で、仙台のボードゲーム会行って、うん、で、学校でやることになると。素晴らしいサクセスストーリーじゃないですか。いや、ただ、その、仙台のボードゲーム会もかなり熱かったというのもありますね。盛り上がってたんですね。そうですね。フォーチュンゼロっていうところと一緒にやってるんですけど、うん、元はフォーチュン21っていう、カフェがあったんですね。ボードゲームカフェ。それが、オーナーさんの都合で解体され、うん、まあ、要はカフェがなくなってしまったと。うんうん、で、その時に、じゃあみんなどこでボードゲーム遊ぶんだろうってなった時に、その主催の拓郎さんが、うん、じゃあ、フォーチュンゼロというのを作りますので、そこに、これ下書きましょうよとか。あ、まあ、で、ただ、何個か解体して、じゃあ、こっちはこっちで、開きますよ、みたいなのもあって、まあ、仙台のボードゲームの、その、ボードゲーム会というのが、まあ、いろんなところで、こう、幅開いてたというのはありますけどね。そういう基盤もありつつっていうことなんですね。そうですね。うまいこと。もし、こう、全部に顔出してたら、時間がないぐらい、こう、いろんなところで開催される感はありますね。ほんなら、まあまあ、また次のちょっと話題に移させていただくんですけれども、まあ、はい、その、ヨアニーさんでやってはる、その、ゲーム会あるじゃないですか。はい。その、なんだろうな、年齢分布っていうか、どういった方が来られる、年齢層とかですね。年齢層とか来る、プレイヤーのその割合であったりとか。はい。まず、ちょっとですね、ヨアニーも授業時間があるので、結構深夜帯いうか、夜時間、7時ぐらいから始めることが多いんですね。ですので、ものすごい若い層が来るかといったら、ちょっと時間的に、受け付けられないというか、のはありますね。うん、で、まあ、仕事帰りの社会人とか、うん、まあ、大学帰りの若い人っていうのを来たりとか、うんうん、で、もちろん、うちの学生も、うん、参加できるタイミングで参加してくれるっていう感じですね。うん、で、はいはい、その中に、ボードゲーム持ってる人たちっていうのは結構、高年齢層の、今までボードゲーム界を支えてきたような人たちが、ゲーム持ってきてくれるみたいな。ボドゲ怪獣。ボドゲ怪獣の。そうですね。かなりの、持った人がいると。そう、遊ばせてドヤ顔で持ってきようと。持ってきますね。これレアゲーなんですよ。まるで僕らみたいな。俺らみたいなもんですよ。持ってきますね。いやいや、そういった方に助けられながら。まあまあまあ、そうです、ね。で、学生たちもこう、初めてやるボードゲームをこう、わあ、こんなのもあるんだ、こんなのもあるんだっていう、新しい層も徐々に花開きながらという感じですね。あ、じゃあやっぱ、来るプレイヤーの受けっていうのもやっぱいいんですかね。初めて。いいですね、そうですね、なんて言うんでしょう。やっぱ全然知らない世界を知って、かといって、じゃあ、やっぱり、ゲームやアニメや漫画が好きな子が来がちなうちのその会場の中では非常にその親和性が高いですね、やっぱりね。全然。受け入れやすく、うん、はまりやすく。学生さんみんな好きになりますね。授業で一回人狼やったりとか知ったりもしたんですね。それは春先、こう授業が始まった時に、はい、ちょっとコミュニケーション、取らなきゃねと。ああ、なるほど。で、そうなった時に、じゃあ人狼でコミュニケーションを取ってみようというのをやったりしたんですが、うんうん、やっぱりこれもすごく良かったですね。まあ、ほとんど素人だけの人狼。うんうん、まあ、私が仕切って、うんうん、ゲームマスターやりながらみたいな。やっても、まあ、非常に、初めてやる中で楽しそうに。まあ、こういうのもいいなと思いましたね。手応えを感じるというか。ああいうね、人狼とかのコミュニケーションゲームは、その、一回その、なんだろうな、吉本の芸人さんの、うん、構成作家さんとかにもインタビューさせていただいたことがあるんですけど、うん、やっぱり芸人さんの間でも、そういうふうに人狼をやったりとかっていうのがあるらしくて、うん、やっぱりそれは先輩とのコミュニケーションであったりとか、なんだろう、もう、あれロールプレイとかもありますし、頭の回転のこともありますし、そういう意味ではすごくなんか、相性がいいみたいな。ことは聞いたんで、僕、リクレーションとかで、
ガンガンそういう人狼であったりとか、うん、そういうボードゲームを使っていくのもありなんじゃないかなって思ってて。いや、めちゃめちゃありですよ。実際にやっぱやってみて思いましたけど、うん、喋らなきゃいけないので、うんうんうん、結構、うちの学生はやっぱりこう、内気な子が多いんですね、アニメーションとかゲームの世界。わ、まあね、からない。わからなくないというか、そのオタクっぽいというか。うんうん、で、喋れない子たちが、喋らないと人狼は成立しないので、そうですね。この、喋ろうとすることによるコミュニケーションで、うん、また、終わった後にみんなでこう、あれはああだよね、なんていう、こう、そうですね、うん。そういう話題が広がったりしてる様子を見ると、うん、本当にその、コミュニケーションが下手な子たちにも、一つの勉強として、やれるんじゃないかなと、うんうん。という意味で、授業内で、コミュニケーションゲームをやるっていうのは価値を感じるというかですね。なるほど、そうですね。結局コミュニケーション能力はそのアニメとかに関係なく社会に出て必要になりますからね。そうですね、どの世界でもやっぱり必要になるコミュニケーション能力っていうのは非常に必要だと思ってますね。まあ、私もこうボードゲーム好き、ただのボードゲーム好きっていうカテゴリーにされても困るんですけど、やっぱり校長という立場の中で学生に何かを伝えたいとは思うんですね。そうなった時にやっぱりこうコミュニケーションが下手な子たちがどうやったら うまくコミュニケーション取れるんだろうっていうものの中にうまくはめ込めれるなと思いましたね。またこれまたゲストさんの話に、今まで出てもらったゲストさんの話になるんですけども、うん、なんだろうな、そういうコミュニケーション、大学の教授さんに一回ちょっとインタビューさせていただいたことがあって、うん、その方はそのボードゲームとそのコミュニケーションについて研究なさってるんですね。で、やっぱりなんでかはわからないんですけど、そのボードゲームとそのコミュニケーションってすごく親和性がいいらしいんですよ。コミュニケーション特に取りづらい子たち。っていうふうに、うん、まあ、特に不登校であったりとか、そういう子たちっていうのはなぜ不登校になるかっていうと、やっぱコミュニケーション取れないからなんですよね。うん、他の子らと。でも、ボードゲームを介してコミュニケーションする。うん、要は、人と人とやったら、うまくそのコミュニケーション取れないんですけど、そこの間にボードゲームを挟むことによって、うん、なんかすごくスムーズにことが進むらしいんですよ。それは、ボードゲームが一番親和性高いらしくて、その間がサッカーであったりとか、違うものが入ると、うんってなるらしいんですよ。そこまで、まあ、一応、どっちもサッカー好きやったらあれなんですけど、言ったらいろんな子がいるわけじゃないですか。いろんな人間がいるわけじゃないですか。で、どの人間にも対応できるのがボードゲームだっていうお話を聞かせていただいたことがあって、これ素晴らしい。うん、そう。で、それを実際にその仙台でもやっぱ実践なさってるっていうのは、なんか、うん、そうですね、やっぱり合ってるというか、うん、やっぱボードゲームのその一つの魅力として、そうですね。すごい意味があるというか。うん、まあ、教育という視点で見ても、やっぱりすごく、良かったというのは感じるんですが、まあ、あとですね、うちはイラストのコースとか漫画のコースとかもあるんですね。うん、ああ、はい、うん。で、そうなってきたときに、例えばですけど、ドラスレっていう協力型のゲームがあると思うんですが、あれのイラストを描いてる方が、実は、仙台校の卒業生だったんですね。イラストレーター、赤井寺さんっていう方。古い、ね。ドラスレの絵を描いてる。そのつながりがあったとは。そういうのをまた、後で気づいたんですね。はい、あれ、ドラスレの絵描いてんの、仙台校の卒業生じゃないのって言って。で、やっぱり、こう、マッチしてる。将来的にも、進もうとするジャンルに、近しい場所にあるというか。うんうん、そういったもので、また、そういう絵を描く人を目指したりとか、グラフィックを作れるものを目指したりっていうのにも繋がっていくというかですね。そうですね。ボードゲームに関しては、やっぱりそのアートワークであったりとか、デザインってすっごい重要なんで。うん、そうですね。やっぱそういうちゃんとした。ところ出たというか、はい、その道のプロの人に書いてもらわないとダメですから、やっぱ親和性は高いですよね。それを、そういう方々を育成する学校の校長さんなわけですから。自然と親和性は高いわけですね、うん。そうですね。いろんなところでなんか繋がっていくんですよね、そういう意味では。うん、はい、だから親和性高い、ね。そうですね。あ、ちなみにね、ゲーム界の、はい、もうちょっと話戻るんですけども、はい、まあ、今仙台校でね、ゲーム界やってらっしゃるということで、流行りの、はい、その中で流行ってるゲームとかってありますか？ですね、今のやっぱ、うちの、まあ、学生さんがもう本当にその特徴的なオタク層で、うん、特に
トレーディングカード世代でもあるというか、遊戯王とか、結構トレーディングカードゲーム系やってるんですね。いや、そうですよ、そうですよ。ただ、ボードゲーム界では、個人でデッキを持たないと遊べないゲームっていうのは、あまり、ジャンルとしては、まあ、似てはいるけども、あまりこう、率先している要素はないというか。まあ、似て非なるものやと。そうそうですね。CCG とボードゲームは似て非なるものですよね。そうですね。で、そうなってるんですが、だからそういう子たちは、ドミニオンに、めちゃくちゃ食いつきがいい、間違いない。のを感じますね。そう。なるほど。ドミニオンを教えると、うわ、もう、これ、大好きですって言って、もう、すぐ買いに行った子がいたりとか。だって、ドミニオンが出た当初、ドミニオンショックっていうのがあって、あいや本当にドミニオンですごい、ボードゲームに人が流れ込んできたっていう歴史があるんですよ。めっちゃ TCG の、勢力を一気に引き寄せたって言われてますね。そうですよね。ほんまにね、僕らもいろんな人とかインタビューしてきたりとかしてきたんですけど、もともと TCG やって、ドミニオンで、初めて知って、ボードゲームにハマったっていう人も聞こえますよね。僕らやっぱそうですよね。ドミニオン世代って言われる。ザ・ TCG キラー。そうそう。とも言われてる。確かにね。TCG プレイヤーキラーやな。TCG を食ってるわけじゃないんで。いや、まあ実際面白いですしね、あれ。そうですよね。よくできてて、学生は、だから、大体ドミニオンやらすと、まあ、食いつくなっていう感じで、徐々に他のものを教えながらみたいな。あれを壊しといてみたいな。入り口。そうですね。入り口としてはあの辺かなみたいな。入り口に入れて、ドミニオンで釣って他ので飼い鳴らすというか。なんだそれ。発言が下水ですよ。個人的にそのドミニオンの次って何をおすすめしたりとかしてます？いや、個人的には私はやっぱりカタンで入ったので、カタンのあの見た目の派手さや、このワクワク感っていうのは伝えたいんですけど、ちょっと重くなっちゃうんですよね。ちょっとね、そうですね。ちょっとだけ。ちょっとこう、重くなっちゃうし、しかも、ボードゲーム会とかで開催すると、上級者に挟まれてやると、結構ギスギス感が出る時もあるんですよ、交渉があるので。初心者におすすめみたいなとこ、言うととかたまにやりますけど、正直初心者というよりは、ゲーム慣れしと人、初めてボードゲームやる人おすすめみたいな感じですよね。ガチ初心者には向かないと思うんですよ。本当そうなんですよ。だから、個人的にはカタンを教えたいんですが、まあ、ちょっと、私は、カルカソンヌとかを、ああ、カルカソンヌもいいですね。ちょっと、挟みつつみたいな。なんか、いやらしい感じですね。いやいや、チョイスさん全然見せてないですよ。全然。カルカソンヌもね、アートワークもね、日本のゲームではまず見られないような、ちょっと、ゆるいって言うとあれかもしれないですけど、柔らかいような感じの。そうですね。あのタッチの絵って本当に日本ないですもんね。そうですよね。そうですね。ほんまにちょっと極端な感じで。まあ、どっちか言ったらさ、アニメ調というか。アニメ調になるか、なんか人生ゲームのような、なんかちょっと。そうですね。ちょっと、なんて言うたらいいですか。ポップな感じ。ああ、そうそう、ポップな感じになったりとか。どうしてもなんかそっちの方向に行っちゃうんですよね、日本の。コインよね。あと、ドイツのゲームっていうのは。それがちょっとおしゃれであり、ちょっと新鮮なんですよね。そうですね。初めて触れる感じ。そうそう。それをすごい演出してるなっていうのは思いますね。そうそうそう。中にはなんかのポスターみたいに見えるゲームのアートワークとかあったり。そうそう。普通に飾れるぐらいの。絵画みたいなね。やつもあるから。やっぱそういうのもやっぱり視覚ですごい、掘り込まれるというかね。印象に残ったりはする。そうですね。カルカソンヌは間違いないですね。カルカソンヌ。ちなみに個人的に好きなゲームってあります？ちょっと聞きたいことがあったんですけど。あ、何、どうぞ。他の、ゲーム会を、学校内でやってて、他の教師さんの反応とかってどうなんですかね？ああ、素晴らしい質問ですね。はい。素晴らしいわ。それ気づく聞きたかった。気になっとった。いや、講師の方は、まあちょっと比較的、大人な、ところがありますね。なんて言うんでしょう。落ち着いてる。私みたいに、キャピついてないけど、キャピついてるわけじゃないんだけど、落ち着いた目で見てますね。なんか大人のような目で。まあ、要は遊びにはまりすぎない、自制心があるような。私じゃ自制心ねえのかよ、みたいな。いや、私はやっぱり、エンターテイメントの学校なので、エンターテイメントに関しては、学生にも負けたくないし、やっぱりこう、常にアンテナをこう、正しいものにこう、引き寄せていこうとは思ってるんですけど、他の先生方はちょっと冷静に見てる面もあって、
チャンスがあったら、入れていくんですけど、うまいこと、こう、先生方もやりませんかってみたいな感じで。それで実際に参加される先生方とかもおられるんですか？もちろん、いますね。人狼とかは、むしろ、参加してもらって、いい感じでしたね。先生方が、こう、釣られたりすると、学生も喜んでたりとか。あとでみんなで、こう、ワイワイと話ができたりとかして。まあ、ただ、私ほどドハマりしてるっていう方はいるわけではないですけど、隠れてやってるっていうこともワンチャン。それは言うやろ。それは言うやろ。まあでもね、ちょっとずつ進食。ちょっとずつですね。この前、名古屋の校長と一緒に遊んだりはしたんですけど。名古屋から飛んでますよ。いろんな校長がある。ちょっと校長とチャンスがあったんで、名古屋の校長、やりましょうよ、みたいな。名古屋はすごい今、ボードゲームは、ね、めっちゃ熱いですからね。熱いんですよ。だから名古屋の校長落としとくと話早いでしょ。バレソさん中心で、そうそうそう。あとはその、アナログゲームナイトとか、まあイベントとかですね。まあ、ね、まあ、ケルベロスってもうないんでしたっけ？わかんない。もうそろそろなくなる。なんか、ね、そのゲームバーとかあったり、で名古屋フリーマーケットとかあったりとかで、割と熱いんですよね。熱いですよね。まあいろんなそのところで、こう火種にしたいなと思って、各校の校長とはチャンスがあればボードゲームをしようとは思ってなんか各校の校長っておもろいな。いや、最初ね、会議、議題に持ってった時があってですね、ボードゲームを。いや、僕の本当の、一番最終的というよりも、やりたいことの一つが、まあ、ボードゲームを教えるコースを作りたいんですね。素晴らしい。教育。はい、入らせてくれ。入らせてくれ。で、それをやりたいんだけど、まずその、仙台という立場で、視点で少し何個かあるんで、それは、一つはですね、非電源のゲームだというところに着目したんですね、一つは。はい。それはどういうことかというと、その電源がいらない。うん、で、電源がいらないっていうのは、その、震災があった仙台の土地で、震災後に非電源のゲームが、ちょっとこう、盛り上がった時期があったんですね。そうですね。各新聞とかメディアに取り上げられたとか、ちょっとしましたね、はいはい。で、その流れをまず持った仙台から、ボードゲームというものを発信していきたいというのが、その、各校校長に言ったことなんですね。はいはい、で、もう一つが、コミュニケーション。はい。この今現代の世の中でやっぱ失われつつあるコミュニケーションっていうのは、でも社会で最も大事なものの一つ、そのコミュニケーションの能力を鍛えられるというもの、そしてそのコミュニケーションが必要となるゲームは、絶対にこれからの世の中で必要とされるものだろうと。で、その要素を、ぜひ、仙台の土地から発信していきたいと。で、それをボードゲームとして、その、まあ、コースを作ったりっていう視点を持ちたいんだというのを、会議に乗せて、素晴らしい。で、そしたらまあ、他の校長先生はポカーンとして、またなんか仙台変なこと言い出したな、みたいな顔はしてましたけど。ボードゲーマーは深くうなつくんですけど、そもそもそのボードゲームの認知度がまだ低いですから、ね、そうです。その通り。ボードゲームって言ったら、ん？人生ゲームのこと？みたいな。ぐらいですね。ね、全然想像つかないです。あ、この流れから行きましょうか。今日一番ね、僕お話ししたかったことなんですけど、やっぱりその豚小屋として、はい、まあ僕、酢豚個人としてなん、もうアタックもきっとそうやとは思ってるんですけど、やっぱり、まあ、ちっちゃい目標があって大きな目標があって、僕一番大きな目標っていうのは、ボードゲームの地位向上というか、はい、その文化としてそのボードゲームを日本で、広めたいなっていうのが最終目的なんですよ。はい。僕の中で。はい。で、やっぱそれをするにはどうしたらいいかっていうのを目の前の問題から潰していってるところがあって、はい、だからこそ今回その、校長さんにインタビューをしたっていう、経緯があるんですね。お互いボードゲームを広めてる同士ですね。広めてる同士で、うん。そうですね。うん。で、なんだろうな、やっぱりその、今僕らがやるべきことっていうのは、はい。土を耕すというか、種をまくというか、はい、土壌作り、ね。土壌作りやと思ってるんですよ。はい。結局、その通りです。うん。結局ね、やっぱり文化として、受け入れてもらうには、やっぱドイツとかってすごいじゃないですか。うん。今、フランスもすごいですよ。うん。ね、いろんなフランスのゲーム。ヨーロッパ全体が。ヨーロッパ全体がすごい盛り上がってる。うん、そうですよね。で、
でも盛り上がるためにはやらしい話お金が回らないと、はい、いやほらそうなんですよ、うん、その通りの話を絶対しないとダメなんですよ、はい、お金利益が回らないと、そうですね、そのなんだろうな、結局文化として成立しないし、みんなボランティアではできないわけですよ、うん、それを専門としてやるにはお金も生まないとダメだし、はい、でじゃあお金を生むにはどうしたらいいかって言うと、やっぱりその一番下の層っていうか、お金を落としてくれる層を増やさないとダメなんですよ、うん、そうですね、うん、だから人口を増やさないとダメ、うん、そうですね、じゃあどうやったら人口が増えるのかっていうのを僕はちょっと今日々考えてるんですよ、はい、うん、だその一環としてやっぱりそのこういうポッドキャストをやってたりとか、ただポッドキャストを聞いてくれてる人っていうのはやっぱりそのある程度やり込んでる人が聞いてるんですよね、うん、そうですよね。ボードゲームもう知ってますよね、大体。知ってる。大体知ってます、ね。知ってる人が聞いてる。うん、じゃあ、うん、そういう人らに何を発信したらいいかなってなった時に、じゃあ聞いてる人たちっていうのは周りの人間に広めたいっていう層なんですよ、うんうん。プレイヤー、だってボードゲームっていうのは人がいないとできないじゃないですか。そうですね。だから会を主催してたりとか、その、うん、なんだろう、周りの友達に勧めたいっていうレベルの人らが聞く。うんだからそういう人たちに向けて僕たちは広めるにはどうしたらいいのかなっていうのを発信してるんですね、うん、でこあの仙台の、まあ、校長さんは言うたら校長やってはるわけじゃないですか、はい、で会もやってる、うん、で言ったらその教え子さんたちっていうのは、はい、言ったら声優業界さん、はい、いやそのなんだゲームアニメーターとかアニメーさん、まあ、そうですアニメーターやゲームイラストグラフィッカーそう、はい、漫画家発信する人間を育ててるわけですよ、うん、そうですよね、それは別にボードゲームじゃなくて、はい、まあ、何か情報をね、はい、情報発信したり、そのいずれはまあ知名度とか名が売れて有名になったりとかっていう可能性を秘めてる人たちばかりですね、その通りですね、そういう方々に種をまいてるっていうその活動が僕は素晴らしいなって思ってだから僕今回それをオファーさせていただいた。すごい視点ですね。いやでも絶対そうなんですよ。今僕たちがやるべきことは本当にそれやと思ってるんで。いやーすごいな。いやいや、そうだと思いますね。確かに、うん、あのうちの仙台校の学生たちが今まあボードゲームというものをまあおそらく私がボードゲーム言ってるから、うん、学生さんで知らない人っていうのはやっぱり少ない状況ですね、うん、でその子たちがいずれ現場に出てった時に、うん、人よりもボードゲームに対して知った状態で言ってくれるっていうのは非常にこう確かに後のそのボードゲーム層を増やしていく、うん、チャンスがガンガン上がっていくんじゃないかないう気はしてきましたよ、うん、いや希望なんですよだから、うん、希望やっぱりね僕みたいなね一般人がねわーって言っても、うん、やっぱりなかなか難しいんですよ、うん、あそうなん好きなみたいな、うん、好きなそれでもあるんですよ、うんうんうん、そう特にボードゲームっていうのはデジタルゲームやアニメと比べてその宣伝力がすっごい弱いんですね、うんうん、見た目もね、うん、パッと地味、うん、派手ない、うんコンポーネントあるけど、やっぱり他のコンテンツと比べると、地味。そう、ね。そう。だって、プレイステーション4とかね、あの、Wii であって、Wii U であったりとか、もう画面見たらもう華やかで。華やかで、もう見るだけで楽しそうだよ。見るだけで楽しめるじゃないですか。何もゲーム、予備知識何も知らないと。だって、名作と言われてるね、宝石のきらめき。はい、あれゲームは大絶賛ですけど、ビデオに撮ってご覧なさいよ。おっさんが4人うんうなってるだけですからね。この前アプリ、あの、iPod、iPhone 版とか、Android 版の、うん、アプリ版の宝石をきらめき出たじゃないですか。うん、あれめっちゃ地味なんですよ。地味ですね。ゲームにするとなお地味さがなんか目立つ。ゲームにするとめっちゃ地味であんまりやってないですよ。じゃあ何か、じゃあ何で宣伝するのってなった時に、やっぱ口頭になるんですよね。こういうラジオであったりとか、そう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 。でもこれは僕らのやってることはネットラジオやから、検索しないと耳に入らない。まあまあまあそうですね。能動的に聞こうとしないと耳に入ってこないわけです。でもやっぱりその生徒さんね、そのアニメであったりとか、そういう業界の方々がやるっていうのはやっぱりその耳にふっと入る可能性がある、可能性を秘めてる方々やと思うんですよ。うん、だからやっぱそういう方々にねプレイしてもらうっていうのはそうですね非常にでかいと思ってます僕は。そうですね、うん、ここだけ聞くとちょっとあれですね、昔の特撮にあったような子供たちに敵の思想を吸い付けてその子供が総理大臣になったら敵がその力
支配できるみたいな。例え分かりづら。いや、でもまあ、うん。まあまあ、気の長い作戦ではあるけど。気の遠いことであると思いますけど、でも、地位向上には繋がると思うんですよ、少なからずとも。例えがちょっとあれだったかもしれないですけど。あれだよ、例え。わかる人はわかりますよ、この例え。と、あの、昔の東映特撮のあるあるですよ。すいません。うちのアタックが暴走してすいません。いやいや、わかりやすいなと思います。いやいや。いや、でも。ただ、要は、その上に理解があるって大事ですよね。すごい大事だと思います。そう、うん。上が理解しないといけないとは思いますね。やっぱりね、それで夫婦何それやったらやっぱりその、うん、やる方もシュンってなっちゃうし、はい、そうですね、うん、やっぱり上の方がそういう風に広める、うん、絶対効果はあると思うんですよ。例えば、はい、あのゴキブリポーカーとかその、うん、ワードバスケットとか、うん、あの、あれじゃないですか、なんかアマゾンとかのレビュー見てたら、うん、例えば、これ声優さんが、これ面白いって言ったんで、うん、僕も買ってみました、うん。友達いないけど、みたいな。そう。そういうレビューも書いてあったり、ね、まあ、実際何とか人数集めてやったら面白かったです、みたいな、うん。岡本信彦さんがね、ラジオやってました、ね。そうですね、あげあげ。と、あとは、あの、ワードバスケットで言えばあれですよ、あの、ちょっと前の、あの嵐と世界の終わりが、セカオワが、セカオワが好きやったということで、うん、それも一時期アマゾンのランキング1位だった、ワードバスケットおもちゃランキングで、うんうん、そういう何かを発信する人間が、うん、何かをね、その、まあ、名がある人間がこういうの好きですよと言ったら、それはまあまあそういう人もファンガンといきますね、ちょっとね、あの、興味持つわけと思うんですよね、うん、だからコースを頑張って作っていきましょう、先生。そう、作りたいですね。うん、ただもう、あの、私が思うにはそろそろあの本当にあのブームも来るんではないかという気はしてますけどね、うん、ちょっとずつホットに上がってきてますし、来てますね、やっぱりあのいろんなところでその盛り上がりを感じてる要素はあって、うん、あのでもし来るとしたらあの漫画の方であのサイコロクラブ出た、はい、出た、 あの漫画が例えばアニメ化されればひょっとしたらこっち系の業界でかなりボードゲームというのが認知が一気に広がっていくんじゃないかなというのがありますね。アニメになるとでかいですね。あ、ワンチャンどうなんですか。放課後サイコロクラブアニメ化。あ、なんか。いや、アニメ化来たら、あの、うちがタイアップは取りたいなっていうのは。いやいやいや。で、すげえ、これは流さない。先生に言ってください。やる気満々なんですね。でもなんかそういうアニメ化したいっていう根回しとかはやっぱ、それは厳しい。いや、そこまでの力はないですね。我々、うん。代々木アニメーション学院で、じゃあ、アニメ化したいのを考えるっていうのは、さすがに我々の領域ではないんですけど、ただ、あの、そういった作品が世に出るときに、あの、タイアップして、例えば、それを教材にアニメのアフレコをしようとか、いう形で、まあ、制作委員会とかにお金を出し、まあ、協力する、あの、別の意味で応援したりっていうのはできたりはするんですけど、ね。いや、中道先生のね、そのトークライブに僕ら行かさせてもらったんですね。ああ。ほんで、その時にそのアニメ化の話とかが出るんですよ。うん。ああ。ほんで、でも、全然知り合いがいないから、っていう感じのこと言ってはったんで。うん、結構、あと、ライセンスとかもね、そう。厳しいなんですよね。うん。漫画が難しいんだろうと、私も思ってました、うん。うん。たまになんか漫画やったら、OK な、その、あれでも、表現でもアニメになるとなんかライセンス絡んで、NG みたいな。そうですね。うん。そこはやっぱりあの、業界として、そのボードゲームというものが一緒になって盛り上がらないといけないとこでしょうね。おそらく、うん。なんかライセンスとかで、うんぬんかんぬんやって、まあだけど海外が絡んでくるとやっぱり難しいですね。そう、海外が絡むんですよ、うん。難しいですね。しかもデザイナー単位のとこもあるしね。そうですよね。確かにね。国島先生とかはまとめて取りやすいらしいですね。あ、そうなんや。あの、なんか、ちゃんと版権政治がしっかりしてるらしいです。ああ、うん、そういうところあると。あ、まあ、そういうところも整備が必要かもしれないですね、うん。日本の市場というのを将来的に考えたときは。そう、だから全体で、その目指すべき方向であったりとか、そういう外に向けた窓口みたいなのを、作らんとっていうか企画化せんと、やっぱ各々が今、コピージャパンさんであったりとか、うん、アグライスさんであったりとか、うん、結構いろいろ分かれてるから、うん、そういう統括する機関みたいなのがあっても面白いんじゃないかなっていう、うん、勝手に思ってて。そうやもんな。今のままじゃ難しいですもんね。ゲームセンター嵐だって、漫画のやつは、あの、実際のゲームでしたけど、アニメになったら架空のゲームになってたんですね。うんうん、やっぱりね、うん、大人、アニメにするとやっぱりちょっとね、今のところはまだ厳しい。ぜひとも、なんとか、
いや、ね、だから業界がちっちゃいからこそ、まとめれる。そうそううん、ああ、そうですね。横のつながりですよ、うん、言うたら、うん。横のつながりは確かに他の、その、ジャンルに比べて、がっちりしてるんで。うん。うん、なんですかね。なんとかいける、うん、いけそうではありますよね。うん。うん、本当に、頑張ってほしいなと思ってますけどね。うん、少なくとも、その、アニメ化が嫌っていう人は、そんなに、全、うん、まあまあ、いないと思います、ほぼ。うん、ね。うん。あとは、そしたら協力してくれるかどうかって、まあ、障害はもう大人の事情とかになってくる。要は、あとは制作会社が、金を生むかどうか。金と大人の事情ですね。まあ、それも含めて大人の事情ですね。うん。放課後サイコロクラブありやと思うんですけどね。あ、う、り、ん、ですね。いや、特に。うちとしてもちょっと、はい、中道先生を、講師で呼びたいんですけどね、特別講師で。全然行きますよ、多分。授業してもらったりとかね。全然行きますよ、多分。で、その後ボードゲーム会してもらったりとか。ああ、参加したい。絵描けんけど参加したい。したい。いやいや、そういうね、本当企画考えてるとキリがないというか、いろんなことができそうでね。いや、でも中道先生、めちゃめちゃフットワーク軽いですよ。そうですね。いやいや、それはもう、ぜひアクセスしていこうかなと思ってます。なんか、普通にラジオにも出てくれるぐらいのフットワークの軽さなんで。そうですね、某ポッドキャストさんが普通に出てましたからね。うん、そうそう、出てくれて。本当にね、ボードゲームのその、やっぱりこう、これから一緒になって盛り上げていかなきゃいけない場所として、本当にみんなの心を繋いでるような、うんうん、そういう心地よさも感じるというか、うんうん、全然本当、私も今回その声かけてもらったときに、うんうん、私は別に代々木アニメーション学院、まあ仕事上は代々木アニメーション学院をやっぱり周知させることって大事だと思ってるんですけど、うん、仕事上は。まあそうです。だけど、正直そこじゃなくて、うん、今私はボードゲームというものをどれだけ世に周知していくかっていうのが、大事だなと思ってます。うん、で、それは、結果的に弱にも嬉しいことだと思ってます。うん、学校としても、うんうんうんね。それはコースを作るから云々ではなくて、うん、やっぱりエンターテインメントの世界が進化する中で、うん、何かそういうものを、一緒になって盛り上げていく、うんうん。全然近い立場にいる。そのアニメーションとかゲームとか漫画とかってやっぱ近いところにいるので、うんね、みんなで盛り上げていくっていうのを何か手伝えたらなという気持ちで今回参加させてもらっているのがありますね。しかもね、ボードゲームのね、世界はね、まだまだ伸びしろというか希望がいっぱい詰まってるんですよね。詰まってますね。本当に。だからこそ魅力的っていうか。やっぱりこう、同人の世界も非常にこう盛り上がってて、うん、なんかこう、いろんなところに感じるというか、うんうん、その、これからいろんな作家さんが出てきたりとか、その有名な作家が出たりって、そういった土壌も、これから作っていけるんじゃないかなっていう気がしますね。そうですね。うん、まあ、人口が増えることによって、やっぱりそもそもお金の周りが良くなって、それで食べれる人間が出てくる。うん。そう、ね。気になることやら。いや、でも、実際ね、それで、会社立ち上げたりっていう方々いっぱいいますから、うん、同人上がりの方であったりとか。そうですね。うん。だから、うん。10年後どうなってるか分かんないですけど、そうですね、ここ数年の伸びっていうのはやっぱり、もうどの方に聞いてもやっぱり、右肩上がりです。右肩上がり。本当に。っていうのは。だって、最初のゲームマーケットって2000人とかやったんですよ。うん、そうですよね。もう今や8500人とか、もう1万に届きそうな勢いって、すごいことですからね。すごい市場ですよね。で本当にね、増えてきてるんですよね、ゲームマーケット参加人数が。5倍とか4倍とかになってるってことやからね。うん、で、もう今、まだ、今回東京ゲームマーケット秋の出店数が452。400? うち、まあちょっと多すぎて、1割落ちたらしいんですけど。うん、落ちわったりとかしてるんで。すごいですよね。すごいですよ。見て回れないですよ。そうですよ。いや、うちもね、実は出店したかった。会いたい会いたいちょっとゲームが落ち着かないというか。ああ、なるほどね。あ、そのゲームマーケットとかは、その遊びに行かれる予定なんですか？行きたいですね。ぜひ行かせてもらおうと思って。はい。ちょっとここでもうついに告知しません？何を？だからゲームマーケットのこと。ブタ小屋。ああ、はい。無事受かりました。はい。はい。ありがとうございます。はい、無事受かりました。ちょっとブース番号は人事ではまだ決まってないんですけど、出店はしますので、
もしご来店される際は、うん、まあ、ぜひ工場さんも遊びに来てください。いやいや、遊びに行ってね、ぜひ、あの時のって感じで、いろんな人に挨拶してみたいなと思います、うんうん。やっぱね、ゲームマーケットって、そのいろんなネット上でやり取りしてる人とか一度に会する、やそうですよね、お祭りなんですよ。そうそう。コミケも近いとこあると思いますけどね。でも、ねえ、うん、なんでなんでしょうね。あの高揚感はないですね。他では味わえない。ぜひお会いしたいです。あなたがみたいな。あなたがいつも交流してる感じですね。初めてじゃないけど、初めましてみたいな。そうそうそう。今度ゲームマーケットで、放送を収録したらいいんじゃないですか。あ、やってる方もいらっしゃるんですよ。うん、で僕らは、売ってるんで、そんなに全くないんですよ、あれ。うん、なるほどね。本当に戦争ですよ、あれ。ありがとうございますって言いながら、いらっしゃいませって言って。ゲームのね、私有宅もあるんで、今回は。まあまあ、現場にも来はるということで。はい。行きますよ、ぜひ。よろしくお願いします。この際は。いや、うちの学生も連れてきてえなと思いながらもね。ああ、やろうと思います。私有宅もありますしね。うん。うん、ね、あれは一つの刺激になると思います、僕は。うん。本当にそうですよね、うん。いや、でも本当にね、ゲーム作成ってすっごいいろいろ学ぶこと多いんですよ。うん、そうですよね、うん。特にボードゲームって同人誌作るよりもはるかにハードル高いと思ってて。そうそう、うん。ルールを、まあ、ルールを考えなあかん。うん、絵も描かなあかん。うん、で、そのコンポーネントの調達とかですよ。そうですよね、うん、カードだけじゃないですからね、いろんなサイト調べて。そうですね、大手より原価は高いですからね。原価高い、うん、本当に。まあその辺もちゃんと市場として成立さ、まだ比較的、同人の関連で同人本とかによりもちゃんとその売り上げを上げる流れを構築していかなきゃいけない段階ではないかなという気もしますけども。うん、そうなんですよね、うん。あんまりこう市場を崩しすぎて、うん、作り手側が急急としてしまっても、うん、伸びなかったりとか。そうなんですよ。現状やっぱり値段上げるしかなくって、動画を。そうですね。で、もしそれをやらないのであれば、家で完全に作ることになって、コンポーネントがしょぼくなっちゃうんですよね。そうですよね。かといって、やっぱり印刷業者さんに無理言って安くせえっていうのも言えないんですよ。難しいですよね。だからその辺がね、まだまだみんなというか手探りで、あともう一つね、やっぱり、その、作る人間が多くなると、やっぱりその、やっぱり、ゴーサイン出すのは個人になるんで、うん、全体的な面白さの質というか、うん、やっぱ中には、その、作りが甘いっていう言い方は悪いかもしれないですけど、そういう、いいのもあれば悪いのもあるっていうのが現状なんですね。うん、そうですね。まあ、それは同人の世界、どんな同人の世界でもあると思うんですけど。全部一緒だと思いますよ。あるとは思うんですけど、やっぱり452あって、その、本当に面白いって思えるボードゲームがどれぐらいあるのかって、まあこれ個人差はあると思うんですけど、うん、まあ、そういう問題もはらんでるっていうのはありますね。うん。うん、正直な話。まあ、難しいですよ。作ればわかる。作る側は難しいですよ、ね。教育も含めて難しい。何かをクリエイトするっていうのは、そうですね。やりがいはあるんですけど。やりがいはある。そうなんですよ。いや、やりがいはあって、うん、本当にそういう教育を、今度は、その、要は、まあ、目指す人がまずいないといけないんですけどね、前提としては。そういう業界を目指したいという人がいて、そしてそういう教育を受けたいという人がもっと増えてくれば、うちでもやっぱコースを作って、教育、うん、そういう業界にもっと人を入れていけるように教育していくというかね、うん、流れになればなとは思ってますけど。そういう流れにするために、今は、その土台を、うん、そうそうそう、ボードゲームにいっぱい人を引き込む。はい、まずはその段階です。はい、そうですね、もっともっと広めていくという。そう。頑張っていきましょう。やった。という流れというか、まとめていいかな。はい。綺麗になりましたね。綺麗に。綺麗にまとめましたね。56分な、喋ってるんで。はい。現段階で。まあ、そろそろまとめに入りますか。そうですね。はい。はい、というわけで、まあまあ、エンディングでございます。はい。お疲れ様です。ありがとうございました。はい。まあ、ちょこちょこ編集は入れていく、いくと思うんですけれども。はい。はい、まあ、どうでしたか？なんか急になんかね、本当に、何日前かな ?4 日ぐらい前にもメールポンって投げさせてもらって。そうですね。お願いします、みたいな。いやいや、全然、まあ、最初は、その、なんて言うんだろう。やっぱり、どこに、
あの、価値を感じていただけるんだろうかという、その、不安はこちらにはありましたけども、話が来た時に。あ、はいはい、はい。だって、私からすれば、まあ、校長なんてのは大したことはない、ただの支店長みたいなもんで。校長だけで発言力高そうです。そこはもう私も、うすうすは思ってて、で、あの、逆に言うと、利用してほしいなとも思ってる要素あるんですね。代々木アニメーション学院が、やっぱりその、名前として少し世に知られてたり、ものがあって、そういうのを利用してもっと世の中に、その面白いものを発信していけるっていうならば、やっぱり、なんて言うんでしょう、利用してほしいとも思ったというか。広めで、まあ、ね、やってみなきゃわかんないところもあって、ぜひ、私も何か面白いことが言えるとは限らないかなと思いながら、おもろい話聞きましたよ。校長の話は校長にしかできないですからね。まあ、いやいや、だけどいい経験をさせてもらって。校長先生の話ができるとは思いますよ、ゲームの話は。いやいや、もう、いろんな話まだまだ全然あるんですけど、ね、まだ私もやっぱね、学生に負けないぐらいオタクでありたいと思ってるので、ね、素晴らしい。いい校長先生です、ね。それは素晴らしい。まだね、ゲームは終わった後ぐらいに、はい、また今後、例えば、ヨアニさんでイベントをやったりとか、そういうことであったりとかっていうのをどんどんね、企画して、うん、まあ僕らもなんかこう、誰かに連絡したりとかっていうことで手伝えることがあるならば、全然お声掛けしていただければ。そうですね。私もぜひね、なんか、今度は別の校とかで、やることになったりとかすればね、いろいろな、まあ、コミュニケーションの中で、新しいことできたらぜひ、ぜひぜひ、ぜひよろしくお願いします。ぜひぜひ。いやいやいや、助かります。こういうつながりでね、どんどんいろんな方の紹介とかはできますんで、はい。いやいやいや、助かります、本当に。鳥取大学の教授であったりとか、ゲームショップの店長であったりとか、いいですね。ゲーム制作者さんであったりとか、まあまあ、その辺の話はできるとは思うんで、またまた。よろしくお願いします。はい。今後ともよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。大人の会話になっちゃったけど。いや、もう、大人のラジオですから。受話器の大人のラジオですから。まあ、そうそう。ボードゲームをね、広めたいって気持ちは共通してるんですよね。そう、そうです。そうですよ。本当に。純粋にそこはね、本当にそう思います。それがあるからこういうことができるんですよ。そうです、そうです。ボードゲームは人がないと遊べないですから。そのくらいできるものはあっても。基本的には。そうですよね。これが一人でやるデジタルゲームやったら、僕はこうはなってなかったかな。そうですよね。個人的には。まあ、今でこそね、その、オンラインで顔を合わせずとも、その場にいながら世界中の人とゲームを一緒に楽しめるっていう環境はありますけど、やっぱりね、その、味気ないんですよね。味気ないですね。ボードゲームは、その、駒を触る、まあ、サイコロを転がす動作をする。で、その、やっぱりそういう共有の、その、その仕方が違うので、その同じそのデジタルの世界を共有するのとアナログの世界を実際に目の前に展開されているものを共有するのとやっぱその感覚が違うので、ダイレクトにその共有しやすいんですよね。だから喜びとか、その嬉しいこととかも共有できたりするんですよね。その人の顔を実際に見たりとか、コマ触るとか、そういうのがちょっと違うかな。ね。こう、現代に忘れられたコミュニケーションがあるというかね。そう。そうですね。なんかこう、こたつで正月に家族でカタンするみたいな。なんだろ、それ。なんかこう、そういうこう、なんかこう、あったかい世界。わかる。みたいなのも、僕らの背中を押してるというか。そうですね。だって、それがね、みんなこたつに入ってスマホをグリグリいじってる。そうそう。ちょっと悲しいじゃないですか。悲しいしね。一人用のゲームやってるみたいな。今、デジタル全盛期だからこそアナログゲームが流行ってるのかもしれないですね。デジタルゲーム、ありきのアナログゲームかも。そうですね。で、お互いに喧嘩してるわけでもない。全然喧嘩してないです。だから、デジタルゲームにはデジタルゲームの良さはある。良さはある。じゃあ、僕もやらなくもないし。やけど、まあ、別物としてね。全然違う趣味として、人、歩いてるんじゃないかなっていう気はします。そうですね。同じゲームという名前はついてますけれども。そうですね。そうですね。という、まあ、まとめで。大丈夫かな大丈夫です。大丈夫です。いつもこんな感じです。じゃあ、最後に告知とかあれば何かありますか？あ、告知いいでしょう。実は、今週末4月31日にボードゲーム会仙台校、代々木アニメーション学院仙台校4階で。あ、
30日は、もう過ぎてるかな。多分ね、公開過ぎてんだ。あ、ごめんなさい。じゃあ別の告知しましょうか。あ、もう普通に弱荷の告知。弱荷ですか。弱荷の告知。あ、じゃあ、弱荷の告知としては、まあ夏に体験入学とかいっぱいやってます。うん、で、校によって日取りが違うので、日取りをホームページとかで見ていただいて、体験入学やって、まあ仙台校は大抵私いたりするんで、ボードゲーム好きなんですかと声をかけてくれると、にやりとするかなという気がします。いや、入ってないですけどね。アイコン詐欺なんで。ちなみにどういうコースがあるんですか？どういう。声優コースと声優タレントコース。うん、あ、仙台校の方は声優タレントコース、うん、漫画コース、イラストコースですね。うん、はい。3つありますんで。興味のある方はぜひぜひ、ぜひぜひ、まさか学校の宣伝を豚鳴き声内でされるとは思ってませんけどね。びっくりしました。いやいや。いや、まあまあまあ、はい。はい、というわけで、もう8時間超えなんで、そろそろ開きに。開きにしましょう。しましょう。ありがとうございました、本当に。喋りたいことはありますけどね。お開きにしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、パーソナリティは、豚小屋酢豚と、豚小屋なダクと、はい。はい。あ、お名前お願いします。あ、ゆいアニメーション学院。あれ私？はい。はい。ゆいアニメーション学院仙台校校長の中村です。でした。はい。ありがとうございます。お疲れです。お疲れ様でした。